リオデジャネイロ、山と海との間のカリオカの景観群は、ブラジルの大都市リオデジャネイロにあるユネスコの世界遺産リスト登録物件である。街並みを対象とする世界遺産ではなく、コルコバードの丘やコパカバーナ海岸など、都市周辺の人の手が加わって発達してきた文化的景観がまとめて対象となっている。文化的景観を対象とする世界遺産の登録は、 ブラジルでは2012年に登録された本県が初めてであった。リオデジャネイロの美しい景観は世界三大美光の一つとも言われる。それらの美しい景観群は文芸、音楽、都市計画など広範囲な分野において創作を触発してきた。なお、登録名に含まれるカリオカとはリオデジャネイロの住民や出身者を指す名詞、または 都市と住民の形容主係である。リオデジャネイロ世界遺産登録地この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2001年8月7日のことであり、最初の推薦は翌年2月29日に行われた。この時の推薦名はリオデジャネイロ、ポンジアスーカル、チジュカの森及び植物園で複合遺産としての推薦であった。 2003年の第27回世界遺産委員会で審議された際には自然遺産要素については不登録、文化遺産要素については登録延期と決議された。一度不登録と決議された物件は同じ理由での再推薦はできなくなる。そしてブラジル当局は文化遺産候補として推薦書を再構成した。再推薦は2011年1月27日の こととなった。これを受けて、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、翌年春に情報紹介を勧告した。アイコモスは、推薦物件が顕著な普遍的価値を持つことを認めつつも、管理面での不備を指摘したのである。しかし、その年の第36回世界遺産委員会では逆転での登録が認められた。 ブラジルの世界遺産としては19件目であり、2年前の第34回世界文化的景観の登録はブラジルでは初である。なお、アイコモスから指摘されていた管理面の不備はほぼそのまま不体的に採用され、改善すべきことが勧告された。世界遺産としての正式登録名は、リオデジャネイロ、カリオカランドスケープスビトウィーンザ・マウンテン・アンドザ・シー、リオデジャネイロ、 ペイズジカリオカスアントレラモンターニュイラメールである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。構成資産はコルコバードのキリスト像で知られるコルコバードの丘やリオデジャネイロ植物園などを含むチジカ国立公園関連の3県とコパカバーナ海岸を含むグアナバラ湾周辺の1県の計4県で構成されている。チジカ国立公園は1961年に 設定された国立公園で都市公園の森林の再造林では世界で最も成功した例の一つとされている。公園内にはコルコバードの丘が含まれる。コルコバードの丘は標高700メートル余りの丘でリオデジャネイロ市街と海岸を一望できる人気スポットである。この丘にはリオデジャネイロのシンボルとかトレードマークと言われるコルコバードのキリスト像が立っている。 8メートルの台座の上に両手を広げて直立する高さ30メートルのこの像はブラジル独立100周年を記念するもので1931年に建てられた。フランス人芸術家ポールランドオスキ監修エートル・デコスタ・エ・シルバ設計でアール・デコが採用されている。この他パラグライダーの愛好者たちが飛び立つ時にも利用されているペドラ・ダ・ガベアも含まれる。 コルコバードの丘の南にはリオデジャネイロ植物園がある。これはポルトガル王女ン6世の植物収集が元になって19世紀初頭に成立した植物園で21世紀初頭の時点で約8000種の植物が植えられている。森林保護区の部分と庭園の部分からなり、庭園には新古典主義様式が採用されている。グアナバラ湾は1502年に ポルトガル人が到達したが、湾口が狭いことから川口と誤認され、1月の川を意味するリオデジャネイロの名の語源となった。湾に面したフラメンゴ海岸には、1961年から1965年にかけて設定されたフラメンゴ公園がある。面積は1200万平方メートルで、1956年に建設された戦没者慰霊塔と、 近代美術館などを含んでいる。また、湾港には高さ396メートルの河口岩の岩山ポンジアスーカルがそびえる。これは、手前のウルカの丘を経由して頂上に至るロープウェイが整備されている。ポンジアスーカルは、サトーパンの意味で、英語名シュガーローフも同じ意味である。沿岸部には、リオデジャネイロにとどまらず、ブラジル最大の保養地の一つとされ、 世界的な知名度を獲得しているコパカバーナ海岸がある。海岸沿いには大通りが面し、高級ホテルも多く建っている。世界遺産センターが公表している個別構成資産名及び世界遺産登録 ID 番号は以下の通りである。ブラジル当局は世界遺産の登録基準に該当するとして推薦していたが、アイコモスは韓国書の中でとの適用を否定する代わりに、 ブラジル当局が考慮していなかった基準の適用が可能である旨を説明した。この判断は世界遺産委員会でも踏襲されたので、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。